信姫です。私は今日は珍しく怒っている。激おこだから。怒っている。普段は温厚で堪忍袋の方が長いことで有名な私だけど、さすがに今回ばかりは我慢の限界だったわ。戦国時代では鬼神として恐れられた私が再び蘇ろうとしている。なぜ私が今日こんなに怒っているかというと、まずはこれを見てほしい。ちょっと汚いもの流しますね。姫、初めてのコラボでそんなに暴れないで。言わないで、お願い。邪魔。この犬山玉城とかいう新人 VTuber があろうことか生放送で私の名前を出し、あろうことか私のウルシラ GB を使って無許可コラボを決行したそうよ。おい、それは本当か、信姫。その声は N さん。お前も随分と有名になったものだ。まあ登録者も10万を超えて VTuber 界ではそれなりに名前が知れただろうから、こういうことが起きるのは予想の範囲内だったが、信姫、あまり新参者を調子に乗らせない方がいい。所詮フォロワーが数千人程度の新人 VTuber だろ。お前のツイッター力に勝てるわけがない。いいだろう、俺がそいつのツイッターを偵察しに行ってやる。なんだと13万フォロワーだと。だが慌てることはない。お前のフォロワー数を見てみろ。私のフォロワー数は4万人しかいないわ。そうだ、4万人だ。犬山玉城とかいうやつに勝つためにはあと9万フォロワーが必要だ。だが信姫、お前は大事なことを忘れている。お前には仲間がいる。仲間？好機嫌ボルト。ようやく気づいたようだな。お前には仲間がいる。そう、お前は一人じゃないんだ。みんなの決意を力に変えてみろ。もうこれで終わっていい。力を貸してくれ、闘病士。説明しよう。信姫は決意を力に変え、かつての鬼人の姿に戻り、ネオアームストロング砲を使えるレベルまで成長したのだ。さあ信姫、道明寺をここにたくさん用意した。ネオアームストロング道明寺砲の力を見せてやれ。狭いくぞ。あ、やっべ、これ道明寺じゃなくてグラトラだったわ。